はい、続いて広春佐藤さんから、ヘルメットに F1 ライフのステッカー貼ってもらえませんか。これ誰ですか。視聴者の方ですね。いやまあもう全然貼りたいですよ。貼りたいですよね。だってやめくもに勝手に貼っちゃいけないじゃん。だっていやいやいいんですよ別に自分の自由なんで、うん、あ自分の自由貼ることは自由ですけど、うん、何でですか、まあ、大勢の方にサポートしていただいてる、うん、ね、してくださってる方がそうなんですから、あの僕本当に自腹でやってるんで、うん、まあ、自腹って自分のね、まあ、そうだね、だけってことじゃなくて、うん、そのいろんな人の、まあ、スポンサーシップも含めてやって、うん、そういう人たちのスペースに今なってるんで、うん、まあ、じゃあ F1 ライフ貼りましょうか。すごい大勝負。金じゃないなら体のためにみたいなことになっちゃうんですよ。多分しれーっと毎日あの動画の素材が送られてきて、やなにこれ俺編集するってことみたいな。まあでも本当に、うん、まあ米田さんね検討していただきましょうこれ、ね、なるほど、はい、まあ、それはちょっと、はい、逆に保留ってことで、まあまあでも頑張れば来年はですよ、ステッカーじゃなくてあのもうペイントの段階から入るかもしれない。メインスポンサー、メインスポンサー。まあまあまあ確かに。YouTube で何千万かね稼げる。そう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 。まあでも、うん、米さんたちがねこう広めていただくのもやっぱり重要だと思うんで、まあ、そのお手伝いは僕もしたいと思いますから。なるほど。はい。はい、ね、やっぱお互いがウィンウィンにならないとね。まあギブアンドテイクですね。ね、そうそうそう、はい、ならなきゃいけないんでね。はい。じゃあ続いてねいきますよ。はい、ショウ秋山さんから。仲の良い外国人ドライバーは誰なのか気になります。まあ、特に仲の良い方っていますか。まあ結構ね僕長いんで 5年いるんでヨーロッパに結構仲良いドライバー多いですね。誰かな、一番仲いいの去年まあチームメイトルイ・レイトラーズってスイス人のお坊ちゃんなんですけど、ちゃんお坊ちゃん彼ではすごい仲いいですね。年あいついくつだっけな、23か4、うん、僕よりちょっと下なんですけど、うん、まあタイルでかいですね。タイルでかい。面白いのが日本と違って、うん、年の差関係ないんですよヨーロッパって。あーなるほど、本当に、うん、なんで僕ヨーロッパも、まあ、まだ5年しかいないんですけど、うん、その感じで日本に戻ってくると結構失礼なね対応することを僕のつもりはないんですけど、はい、まあ、普通の第三者から見たら、うん、ってことは起きるんですけど、うん、悪気があるわけじゃなくて、うん、なるほど、ヨーロッパの僕の、うん、例えばルカ・ギオットとか、うん、何ですか、例えば今のチームメイトフェリペ・デル・ドルゴビッチでしたっけ、うんうん、そのもうすごいこうフランクに友達な感じでやるんで、はいはい、なんであんまり意識もないし、その年齢差とかね、うん、まあ、今はルイ・デル・トラーズが一番仲いいかなっていう感じ、うん、で結構、まあ、全部チームメイトになったバンドーンとか、うん、シロトキン、アルボン、そうそうたるメンバーじゃないですか。ほぼほぼみんな F1 行ってますから。いやほぼとか全員行ってます。全員行ってます。いや行ったじゃないですか。まあ、だからこそでも F1 とか F2 のパドックでノブは高く評価されてるっていうのはあるよね、うん、アレックスと組んでた時だって別に負けてたわけじゃないもんね。でも僕思ったのは、うん、あれ、ストッフェル、うん、2年いたんですよね、うん、でセルゲイも1年ですよね、うん、だからその早く行かなくてよかったなって僕逆に思いますね。僕多分行ってたら準備うまくいっちゃって結果が出ちゃってたらね、うん、その F2 で、うん、でポーンと F1 に行ってたら、まあ、それはそれで全く環境の違うことが起きたと思うんですけど、でも今のが明らかにこう性格的にも成熟してきてるし、うん、いろんなこうデータとかも分かるようになってきたんで、うん、今の方がやっぱ準備できてると思うんでね、うん、だから逆にねストッフェル早く行って、まあ早く行ってあの人はあの人のタイミングで行ったんですけど、うん、結局今いないじゃないですか。キャリアでこう、まあ、グラフにしたらこういい時と悪い時とってあると思うんですけど、うん、その差こうなんて言うんだろう、タイムギャップがあるだけで別に先に行かれたとか後に行かれたかでいいよしいい悪いとかっていうことじゃないかなと僕は思います。でアレックスはね今僕はでもアレックスは才能あったし最初から才能ないやつが F1 行けないですから絶対に。なんで全員3人才能あったし世界チャンピオンクラスのねその F2 では行ってるからもう全然当たり前ですよね。行って当然だなと思ってるし、でそこの中で僕がタイトルにレースしてるってことは自分にもその、まあ、チャンスはあるっていうことだと思うんで、うん、でも行ってくれてよかったなと思います。アレックスに関してはね今もうレッドブルでね、まあ、今年も勝負の年だと思うんだけど、うん、彼、ね、マックスと比べられて、まあ、すごい大変だけど、まあ、アレックスのベストを尽くしてもらえればまあ面白いレース見せてくれると思うんで、まあ、アレックスはすごいいい人だし、まあ、頑張ってほしいですね。なるほど。なんかこう日本人の感覚でいくと、例えばもうね、ノブ選手みたいに長く F2 にいると、まあ、新しく F2 ドライバーに入ってきた人がこう、ノブ選手、初めまして、タロと申しますみたいな、そういう、そういう挨拶みたいなのはないんですか。F2 の主って僕じゃないじゃないですか。
F2 の選手意外いやゲライもそうだし ルカとかね誰ルイもそうじゃないですか、うん、いや全然ないですね、うん、そんなのないですね、うん、本当にヨーロッパってそういう一切その、うん、なんだろうそういう壁はないんです。あ、そう、あいつ挨拶ねえなみたいな、そういうの、あ、そんなん僕そういうのね、うん、よくないです日本人そういうね、なんか日本だとそういうのあるじゃないですか、こう年次でみんなそうなってるからね先輩後輩みたいな、あのまあなんか日本の悪いとこって言い方はよくないんですけど、うん、なんかそういうなんかその先輩後輩みたいなのね一切意味ないですね、うん、そのレースは一切意味ないです。僕はそういうのは本当にやってないです。自分もやらない、うん、いやもし昔はやってたかもしれないけど、うん、ヨーロッパに来たなんだろうな、2015年から行ってますけど、うん、まあ2年ぐらいいてそこからもう帰りましたね。あ、なるほど。僕も何人か後輩いて、いるんですけど、うん、まあたまに失礼なね、うん、こと一般的に失礼なこととか僕言われたりするんですけど、うん、僕全然そんな気にしないですね。例えば、なんだよとかって後輩に言われるわけですよ、うん、なんでなんだよって敬語で言えよみたいな感じじゃないですかなんでなんですかって言えよとかってそういうことですよね。でもそういうの僕やらないです、うん、そういうの無駄なんだよね。別に彼がなんだろう、うん、悪気を持って言ってるわけじゃないし、うん、そこでいちいちこうなんかなんやお前みたいになってたら日本の大会系でそうじゃないですか、うん、いいとこもあるんですよそれで、うん、そこ秩序がとかどうなの、ねうん、僕ら秩序ないんでね、うんうん、本当にチームも違えば自分のキャリアをね一人で下がってるわけだから、うん、だからそこに変ななんか壁はいらないかなと思います。はい、じゃあ続いていきますよ。はい、サイファーさんからですね。走ってる時のここを注目してねっていうポイントどこですか、お願いします。走ってる時、走ってる時これどういうことなの、まあ、レース中ですよね。レース中の見どころってこと、俺のここはかっこいいと。ああ、なるほどなるほど、うん、ここは頑張ってる、うん、まあ、ブレーキですかね、うん、おお。抜きつ抜かれのまあ、F2 結構激しいんですけど、うん、ブレーキは結構自信あって、うん、ブレーキもね種類があって、例えばバルセロナのセクター1分かります、分かります、123ってこう続きますよね、はいはい、ああいうとこの1コーナーのブレーキってブレーキが勝負じゃないんですよ。何が勝負っていうと3コーナーの出口までが勝負なんですよ。だからそこで1コーナーのブレーキで頑張るんじゃないです、うん、だからバルセロナのセクター1のブレーキは遅らせてればいいっていうことじゃないんですよ。でもモンツァの1コーナー分かりますよね、あの、はい、長い長い、うん、まあ、ビッグブレーキ、うん、あれはどこまで奥がいけるかが勝負なんですよ。あ、ちょっと違うんですよね。で、そういう僕はどっちかというとその、うん、ツッコミ番長のブレーキは自信があって、うん、へー、だから例えば誰かと向き合いとかしてる時のどこまで我慢するかみたいな、うん、ブレーキはすごい自信があって、あそこのが強みかな。まあ、ぜひそういう時があれば見てほしいかな。バクーとかも見どころってことですね。バクーはあそこはねこう路面がこうガッタガタなんで、あんまり頑張りすぎると痛い目に遭うっていう、で痛い目に遭ったら終わりなんで、あそこの場合バクは結構慎重に行かないといけないんですけど、まあ、モンツァとか例えばどこだろう、まあ、バーレンもそうですけどね、そういうブレーキドカーンっていうとこは結構得意です。でもあのブレーキも、まあ、さっきほどのゲームもそうだけど、太郎さんがやるとそのコーナーコーナーで必ずもうロックして白煙を吹いちゃうんですよ、はいはい、うん、でだからもうすごく手前からもうストップ&ゴーみたいな感じで、あのもうストップ&ストップ、一時停止してコーナー入ってくみたいな、はいはいはい、あれなんかコツあるんですか。いやコツ、まあ、ゲームは、ね、もちろんコツあると思うんですけど、うん、実際は、うん、もう本当にやっぱりリファレンスポイントっていうんですけど、うん、例えば 100m 看板でブレーキとかって大体決まってるんですよ、うん、その大体は、うん、誤差は 15m ぐらいあるんですけど、うん、でも風とか、うん、自分のタイヤの摩耗具合とかによってそれは感じながら判断しないといけないんで、まあもうだから経験ですよね、うん、でやっぱりその動力とかっていうのも、うん、そのダウンフォースが出てる時の方が、要はタイヤってグリップありますよね、はいはい、ダウンフォースが出てる時ってことはその速度が高い時じゃないですか、うん、その時にいかにその動力を上げて、うん、ブレーキでグッとタイヤをつかめるかなんですよ。だから落ち速度が落ちてきた時にブレーキをなんか踏み出すみたいな、うん、落ちてしまうとロックしちゃうんですよ。あ、なんでかというと速度が遅い、これダウンフォースがないのに、うん、ダウンフォースがないってことはフロントの荷重が減ってるわけですよね、うんうん、ちょっとそこでブレーキキュッてやっちゃうとロックしちゃうんですよ、うん、だから最初のイニシャルのピークって言うんですけど、うん、そこが大事、ブレーキ、まあ一般車そんなことないですけど、レースでは結構そこ、まあ、一般車でこうファーって戻してくるってことね、うん、でもほらレーシングカーってバーッと振ると、一般車ってなんかすごい踏みしろがいっぱいあるけど、レーシングカーってものすごい動力で踏んで、そのコントロール、まあそれは慣れます、うん、慣れる、それは慣れます、慣れるね、うん、そういう感じ、そのカーボンもその熱、うん、あれ何度かな、700度ぐらいなのかな、一番、うん、グッてこう掴み始めた時、はい、で800度以上とか700度以上超えると効かなくなる点があるんですよ。へえ、いつも最初そこまで行っちゃってから落ちてくんで、うん、その温度が、うん、それと同時にこう自分の動力も合わせてこうリリースするんですけど、まあそれはね経験で、経験の、うん、でもブレーキは本当大事だと思いますね。本当にやっぱ抜くってやっぱブレーキなんで、絶対に
結局抜きに行くって、うん、だって抜きに行くって絶対ブレーキじゃないですか、まあ、相手がねコースアウトとかは別ですけど、ああそうですか、うん、まあ、結局最後です、ね、抜いた後のね、はいはいはい、なんで、まあ、ブレーキが強いっていうのは結構大事なことだと思うし、で予選とかももちろんやっぱり大事だし、うん、ただ最初に言ったようにバルセロナの1コーナーのブレーキ と、うん、ブレーキとモンツァのブレーキは全然違う、サイズが違う、そういうのもこう、はい、分かってみるとやっぱ、ね、また面白いね。鈴鹿の S 字あるじゃないですか、はい、S 字あります、あそこも、まあ、ブレーキ踏まないんですけど、うん、こう1個目2個目3個目と、うん、で逆バンクまでが1つなんで、はい、うん、だからその1個目頑張って得たそのタイム、うんうん、でも2個目がちょっとその分苦しくなっちゃったとか、うんうんうん、そういうのもダメで、だからブレーキも同じで全部こう計算なんですよ、どこがいいとかじゃなくて、うん、コンビネーションのコーナーもあるし、はいはいはい、あとなんだろう、1コーナーでただブレーキ奥まで行くっていうコーナーもあるし、うん、なるほど、いろんなあるんで面白いですよね、だからそういうのを分かってみてくれると、あ、ここは攻めてないなとかっていうのも分かってくると思うし、なんかいろいろ面白くないと思う。それも鈴鹿なんて、じゃあもう 1コーナーの入り方間違ったらもうその先全部なんかあわわわってなっちゃう。そう、鈴鹿 F2 ないんであれなんですけど、うんうん、でも本当鈴鹿はそうです、うんうん、この間スーパーフォーミュラのテストで久々に走ったら、ね、うん、やっぱり最高のトラックだなと思いましたけどね、へ、なんかそういうあそこはね本当にもう先を考えて走らないとダメなんで難しいですね、うん、なるほど。アタックの時はみ出してませんでした。ああ、そうそう、デグナーね僕デグナー早いんですよ、うん、僕デグナは結構自信、昔から、スーパーフォーミュラだとあそこはちなみに何速で入ってるの、何速だっけ、まあ、6から5だと思うんですけど、あ、もうそんなに嫌だなってくるんだ、めっちゃ速いですよデグナ、ハミルトン苦手にしてるぐらい、タロさんだと絶対3か2だもんあ、でもそう飛び出しちゃったんですね、あれは遠赤乗りすぎちゃって、うん、結構得意なんでいつも攻めてて、うん、まあ一番クラッシュしないのがいいんですけど、デグナの1個目はじゃあもう高速で、いや本当に超高速、ブレーキしないってこと、ブレーキしないですね、まあちょっとするぐらい、ちょっと当てるぐらい、うん、で 2個目は落とすんでしょ、そうです、2個目はもうまた別の、うん、まあ、でもあそこの2個目のところ の、 あの崖から見てるとやっぱ楽しいもんね、あれ出るの位置からバーン、ね、1個目早いですよね、うん、早いから、うん、そうそうそう、なるほどね、はい、ありがとうございます。はい、続いてイオジランナーさんから、はい、モチベーションを上げるときやうまくいかないときに聴いている音楽とかありますか、もしくはしていることなどあれば、モチベーション上げるとき、うまくいかないとき、なんか聴いてる音楽とか好きなアーティストとかあるんですか。あの僕は、まあ、前は好きなアーティストとか音楽聴いてたんですけど、うん、はい、あの僕今イタリアでフォーミュラメディシンってメンタルトレーニングしてて、うん、そのアプリがあって、実は有料のアプリなんですけど、まあ、英語なんですけど、うん、まあ、大体音はなんか雨の音だったりとか、うん、そういう音があるんですけど、うん、でその聴きながらこうテクニックがあるんですよ、そのメディテーションテクニックっていうんですけど、うん、それをやるんですよ、それを僕やってます。だから結構その、なんて言うんだろう、音楽好きなの聴いてっていうのも、うん、今はやってない。あ、やってない、うん、そのメディテーションを聴いて、うん、そのまず音落ち着けて呼吸法を待って、うん、そういうのをやってるん で、 で僕はそれをやってます。その聴きながらその呼吸法をやって、うん、要はその脳波を下げるのが目的なんですよ、うん、緊張してる時とかって脳波もすごい、うん、脳波が上がるって、まあ、要は頭を使ってると思うんですよね、うんうんうん、頭を使うのは良くなくて、でその走ってる時も脳波を使ってると良くないんですよ。走ってる時 の、 その必要なのって、要はハンドルとアクセルとね、うん、まあ、動かすだけなんで、うん、それ以外のことを考える必要はなくて、はあはあ、まあ、もちろん作戦とかいろいろあるんですけど、うん、そうです、要はレース以外のことを考えて、まあ、走ってないですけど、例えば結果出さなきゃいけないなとか、いろいろねストレスあるじゃないですか、うん、そういうのを考えたら人は良くないんで、それをまあ日頃からトレーニングとして僕はそのアプリもあったり、うん、あとそのメディテーションを実際にイタリアで受けたりしてて、へ、でもその時にまあ聴いてた歌とか、うん、歌じゃないわ、その音源があるんで、それを使ってやってます。で走るとか聴いてないでしょ、今あなたは雲の上にいますみたいなそれはないですね僕ね一回やったことあるんですよ、あの下位カテゴリーで、あなたは勝てる、あなたは勝てるみたいな、うん、いやそうです、そうですそうだね、でもね音ずっと流れてて集中できないですね、うん、やっぱね、でドライブ中はあんまりエンジニアにも喋ってほしくないし、うん、ああそうなんだ、うん、ただまあ走る前は全然いいんで、うん、まあ、ドライバーによるんじゃないですかね、これ好きな歌を聴いてる人もいるし、うん、うん、で僕が前やってたのは、うん、僕結構あのジャンルで言うとディープハウスっていうんですか、うん、とかが結構好きで、あの、うん、ボーカルあんまりいらないんですよ僕、あー、なるほど、音で、はいはいはい、な結構好きなんで、で結構僕の友達で音バカがいるんで、はい、その人にこう DJ でこう作ってもらって、作ってもらって自分のプレイリスト、はい、でそれに聞いたりしてたんですけど、あ、なんかどうしたかどうしたか聞いてたんですか、じゃあ前は、まあ、洋楽とか EDM とかそっち系の
ああいうのが多いですけどね。でも今はないですね。だから最近は結構ヒーリングだから。そうですね。聞いて、うん、でそれ乗り込む前とかに聞いて。そうですそうです。ただ1時間前に、うん、やっぱ緊張しますよ僕も、うん、あのレースなんで、うん、そういう時に聞いたりとかしてやってます。うん、へー。あ、じゃあこうレース前とかでこうヘッドホンしてたら今ヒーリングしてるかなと思って、じゃあそういうとこは近寄らない方がいいですね。じゃあね、できればのノウハウをね、まあ、近寄ってもいいんですけど、うん、別に喋んないでって感じ、うん、ああなるほど、うん、で僕ねその自分のイヤホンすごいちょっとね出費していいの買ってて、はあはあ、でやっぱそれも理由があってその雑音とかが入らないようにしたりするんで、うん、なんかそういうなんていうんですかね、僕はレースで毎回それ使うんで、そういう毎回使うものにのなんかいいものをゲットするとかっていうのは結構いいかなと思ってやってます。だからねもうコメントしてくれた人は、うんね、なんか例えば集中したい時とかあるんだったら、うん、ちょっといいイヤホンゲットしてとか、でいい好きな歌とか、うん、もしくはその僕が言ったようなそういうメディテーションの歌を試してもらえればね、うん、なんか面白いと思います。へえ、はい、ヨジランさんもう一つ追加です、すいません。今現時点で考えられている今後のビジョンや最終的にはこうありたいなと、など現役引退以降でも構いません、答えづらいかもしれませんが壮大な夢でも構いませんのでお答えくださいと。そうですね、うん、まあ現時点の F1 ドライバーですよね、うん、現時点の、ね、自分がなりたいビジョンはやっぱそこで、うん、F1 ドライバーですね。本当にそれ以外はないですね、うん、でまあ現役引退がねいつか分かんないですけど、うん、まあ今はですよ、分かんないですよ、うん、この先どうなる、うん、僕結構勝負事が好きなんで、はい、やっぱり人とねその勝ち負けとかって結構ずっと好きで今までもやってきてますし、なるほど。でまあ、引退したら勝ち負けってではなくなると思うんですけど、うん、まあその自分がやりたいと決めたその、まあ、ある職業で成功はしたいと思う、多分負けず嫌いなんで、うん、なると思うんで、まあ、その全く別の例えばまあビジネスをしてやるっていうのも、まあ、2回目の勝負みたいな感じで面白いのかななんて、うん、なんとなく今はね段階では考えてるかなっていう感じです、うん、まあ、今はその具体的に何かっていうのはないんですけど、その自分の好きなことでそれの時間って楽しいじゃないですか、うんうん、まあ、遊びと同じで多分そういうのって飽きないし、なんかいつもこう何かこう探すものをやりたいものがなくてやるっていうのは僕はまあ嫌だなと思うので、そうかななんて思ってます、うん。続いてシシ44さんから、はい、海外のサーキットと国内のサーキットの違いをドライバー目線で語ってほしいです。うん、これはね結構、はい、まあ、路面ですね一番は。路面、よく聞きます、はい、路面が違う、はい、アスファルトっていうんですか、はい、アスファルトが日本の、うん、まあ、メジャーなサーキットは、まあ、どこもそうなんですけど、うん、ものすごいいいクオリティの高いアスファルトなんですよ。あ、なるほど、まあ、技術が高いんだと思うんですけど、でイコールその要はさっきも話したんですけど、うん、接地面が常に安定して安定してる、はい、うん、イコールグリップが高いんですよ、どこに行っても。ああ、そういうことね。なんで、はいはいはい、なんていうんですかね、オーバーステが仮に出たとしても、うん、その度合いも低いし、うん、アンダーステも低いんですよね。なんでまあ、乗りやすいのかな、どっちかというと日本の。ああ、なるほど、グリップが高いですね。だからといってまあ別にそれでコンペティションした時に僕が速いとかってことじゃなくて、うん、もちろんそれはそれでの難しさあるんですけど、はいはい、海外は逆で路面に穴が開いてたりするわけですよ、いきなりね。ほう、だからそういうのを知ってないと、まず知ってないとそこ踏んじゃったらね、そのタイパンクしたりするわけだし、この縁石は絶対乗るなとか、うん、そういうことが多い、まず、うん、で路面のきめ細かさっていうのはすごい荒いし、うん、でまあ、素材も多分違うと思うんだよね、若干それによってキャラクターも全然違うし、まあ、それで何が言えるかというとグリップ自体がすごい低い、日本と比べて。へー、うん、まあ、タイヤピレリっていうのもあるんですけど、うん、グリップが低いっていうのと、あと水はけが悪いとか、はいはい、あのまあ、ここに川ができやすいとか、そういうなんかこう自然的な影響が多いですね、うん、サーキットに。日本は少ない、どっちかというと。それが一番違うと思います。で初めて海外でレースされた時っていうのはびっくりした感じですか？そうですね、あのこんなにこう跳ねるのかとか、うん、この遠赤に乗ったらこんなにホイールスピンするのかっていうのが結構あったりね、うん、あ、そうですか。じゃあ同じタイヤでもその国々 の、 そのサーキットの路面によってやっぱ全然違ってたね。そうそうそうなんですよ、うん、でヨーロッパのレースってね、その一つの国でレースしないじゃないですか、うんうんうん、いろいろもあるんで、その国の法律だったりで作られたアスファルト、うん、あ、そういうことか。若干違ったりするし、色も全然違うし、でここはキメがすごい荒い分、雨が降った時はすごいグリップするとか、うん、そういうのいろいろキャラクターで全然、日本はそんなことないんですけど、うん、それが結構違うかなって思います。あ、じゃあ海外で調整するってすごい大変なことなんだね、やっぱり。特にだから最初に行ったらもう覚えることがいっぱいある、ね、そうですね、最初だからそう、うん、ね、そっちでレースしないでこっちからいきなりポンって行って投げ出されると、うん、やっぱそういうとこ知らないと、うん、同じステージに立てないですよね、うん、最初はね。だそこは難しいとこだと思います、うん、そこ僕結構苦労しました。でもいいエンジニアとかが教えてくれたりすると、うん、その成長度は早かったりするかなと思います、うん、なるほどね。
それはやっぱりどんどん若いうちからやっぱり海外に挑戦する環境にした方がいいよね、うん、まあね、行くのはね難しいことですけどね、うん、でもそれがまあいいっちゃいいですよね。なるほどね、うん。